ジャレット、ジェームズ・ウォルシュは、アメリカ合衆国ウィスコンシン州、ウォキ将軍ブルックフィールド出身のプロ野球選手。左投げ左打。MLB のロサンゼルス・エンゼルス所属。2015年の MLB ドラフト39巡目で、ロサンゼルス・エンゼルスから指名され、プロ入り。契約後、参加のルーキー級アリゾナリーグ・エンゼルスで、プロデビュー。パイオニアリーグのルーキー オレもオールズでもプレーし、2球団合計で33試合に出場して打率、325、2本塁打、29打点を記録した。2016年は、A 級バーリントンビーズでプレーし、111試合に出場して打率、297本塁打、36打点、2盗塁を記録した。2017年は、A 級インランドエンパイアシ6サーズと、 AAQ、モービルベイベアーズでプレーし、2球団合計で90試合に出場して打率。311、11本塁打、61打点、2盗塁を記録した。2018年より、投手も兼任する二刀流選手となる。この年は、AQ インランド、AAQ、モービル、トリプル AQ ソルトレークビーズでプレー。野手としては3球団合計で130試合に、 出場して打率、277、29本塁が、99打点、1盗塁を記録し、投手としては3球団合計で8試合に登板して、0勝1敗1セーブ、防御率1.59、7奪三振を記録した。2019年は、開幕をトリプル A 級ソルトレークで迎え、5月15日に、メジャー契約を結んで、アクティブロースター入りした。 同日のミネソタツインズ戦にて、8番、一塁手で、先発出場して、メジャーデビューすると、5打数3安打の活躍を見せた。この年メジャーで野手としては31試合に出場して、打率、203、1本塁打、5打点を記録し、投手としては5試合に登板して、防御率1.80、5打三振を記録した。なお、 トリプル A 級ソルトレイクでは96試合で36本塁打を放っている。2020年は野手に専念し、32試合に出場して打率、293、9本塁打、26打点を記録した。2021年は前半戦だけで20本塁打を記録するなどブレイクし、大谷翔平と共にチームを牽引。月日のンキース戦で、 クローザーのチャップマンから同点満塁本塁打を記録し大逆転の勝利に貢献した。7月4日に控え野手として自身初めてとなるオールスターゲームに選出された。7月13日に開催されたオールスターゲームでは6回表にブルージェイズのテオスカー・ヘルナンデスの代打で途中出場しオールスターゲーム初出場を果たしたが中飛に終わった。6回裏に メジャー昇格後は、初の左翼手の守備につき、8回裏には、カブスのクリス・ブライアントの安打性の打球を候補した。ありがとうございます。